こと、心優しいおじいさんとおばあさんのもとに一匹の子犬が迷い込んできました。おじいさん、おじいさん。お、おいや、こんなに濡れて。かわいそうに迷子になったのかもしれませんね。そうじゃな、うちで飼ってあげよう。子犬は嬉しそうにパタパタと尻尾を振りました。子供のいないおじいさんとおばあさんは子犬にシロという名前をつけて大層かわいがりました。シロはおじいさんとおばあさんに大切にされ元気に育っていきました。よっしゃ。よっ。おや、シロ、どうしたんじゃ。おい、シロがまるでおじいさんを呼んでいるかのように裾を引っ張っていきました。こっちへ行きたいのかい。よしよし。おじいさんはシロの後について山を登っていきました。おいおい、シロや、一体どこまで行くんじゃ。しばらく行ったところでシロは立ち止まりました。こんなところまで来てどうしたんだい、シロ。ここ掘れ、ワンワン。ここ掘れ、ワンワン。ここに何かあるのかい。どれ、よっとよっと、それ、よっと、よっ、お、よっと、よっ、ほら、ああ、なんと掘ったところから大判小判がザクザクと出てきたではありませんか。シロ、お前これを知っていたのかい。お宝を持って帰るとおばあさんも目をまん丸くして驚きました。シロは神様からのお使いなのかもね。ああ、そうじゃ。ワン。こんなにたくさんのお金はわしらにはもったいない。困っている人に分けてあげよう。そうですね。あの犬が宝の在りかを知ってるなんて。じいさんや。なに？ほうほう、あの城がそんな力をね。間違いねえ。オラがこの目でバッチリ見ただ。よし、城を借りてきてわしらも宝を掘るんじゃ。誰にもやりません。全部わしらのものじゃ。次の日の朝、欲張りおじいさんは畑仕事を手伝ってもらうからと嘘をついて城を貸してもらいに行きました。優しいおじいさんとおばあさんは欲張りおじいさんを疑わず城を貸してあげました。しめしめ、うまくいったぞ。しっかり宝を探すんだよ、ポチ。え、そんな名前だったか。名前なんかどうでもいいんだよ。あ、そりゃそうだ。欲張りおじいさんは城を縄につなぐと無理やり引っ張って山へと連れて行きました。これもっと早く歩かんかい。宝はどこだ。シロは困って立ち止まってしまいました。おお、ここなんだな。そこから出てきたのはたくさんのゴミでした。嘘、教えおって、お仕置きをしてやる。シロは叩かれて、そして死んでしまったのです。こんにちは、シロを返してもらいに来ましたよ。シロなら急な病気で死んでしまったぞ。安心しろ、ちゃんと土に埋めておいてやった。
そんな埋めたところは木の枝を刺しておいたからすぐわかるさ。シロ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 、かわいそうなシロ。おじいさんが見ると不思議なことに木の枝は大きな丸太になっていました。おじいさんは丸太を家に持って帰り臼を作りました。この臼で餅をつけばもしかしたらシロが帰ってきたような気持ちになるかもしれん。いっちゃ。おじいさんがお餅をつき始めると、臼をきねでつくたびに大判小判がザクザクとこぼれてきました。なんとまま、はあ、こりゃほんたまげたの。今度はあの臼か。おじいさんに知らせなきゃ。次の日、欲張りおじいさんは臼を借りにやってきました。優しいおじいさんはまたも疑わずに臼を貸しました。今度こそお宝を手に入れてやるぞ。欲張りおじいさんとおばあさんはほんのちょっとのお米でお餅をつき始めました。すると、うわあ、またゴミが出てきたぞ。いまいましい。こうなったら燃やしてやる。こんにちは。ウスを返してもらいに来ましたよ。ああ、あのウスなら壊れてしまったぞ。安心しろ。危ないから燃やしておいたぞ。シロ、こんな姿になっちまって。シロ、なあ、シロ、シロや、またかわいそうなことをしてしまった。本当にごめんよ。優しいおじいさんは涙ながらに謝ると、ザルの中に灰を集め家に持って帰ることにしました。お、は、灰が。その時、驚いたことに舞い上がった灰がすっかり枯れた木の枝に見事な花を咲かせたのです。おお、シロ、お前がこの花を咲かせたのかい。おじいさんは嬉しくなって木に登りました。そしてまた灰をまくと、シロのような可愛らしい花が次々と咲いていきます。ああ、シロ、まるでお前が笑っているようじゃ。枯れ木に花を咲かせるおじいさんの話は有名になり、それを見たお城のお殿様も大変喜びました。おじいさんは褒美の宝物をたくさんもらいました。それを聞いた欲張りおじいさんとおばあさんは、わしらも咲かせるぞ。灰を持ってこい。そんなもんもう残ってませんよ。あ、ならばこの辺の砂で。この砂で。あ、最低。